最近このパターンで行こうかなと思いますが、イエーイ小林さんお元気でしたか？はい、元気です。日産を15株買いました。おめでとうございます。今は我慢の時ですそう、まあ15株くらいだったらね、大したことないからよかったですね。はいよかったですね。多分もうすぐ経済対策も来るから儲かるかもしれませんよ。はい、頑張ります。こうその先どうするんだなって何か変わったことはもうそれぐらいですか？そうですね。あれ、小林さん指茶色くないですか？今初めて見てたら。そう、だいぶちょっと塗りました。ちょっとですでキラキラキラ。まあ、卒業シーズンですが、はい、卒業式いろんなところでなくなったりもしてるみたいですけど。そうですね。卒業式の思い出とかありますか？卒業式の思い出、子供の時、小学校の時の送る言葉みたいなので、なるべく簡単なやつに当たるように、初めて行った遠足、みんなで頑張った運動会っていうあれなんですけど、あれを一番簡単なやつに当たろうと思って、挙手制なんですけど、これやりたい人はいって手を挙げて、手に入れたのが6年生の皆さん。まあずるい。まあ僕の思い出といえば、まあいろいろありますけど、高校、うちの高校を変わってる自由な学校で、在校生が、卒業生退場って言った時に隠し持っていたコンドームの中にお菓子をたくさん入れて、ヒューと長い風船のように在校生にばらまくというのが、治安流行ってまして、それもね、その時ね、毎年やってて、うちの学年、例えばうちの学年って総合制高校に変わるので、在校生がそれを反対っていうのの運動があって、そこの総合制高校が建つ建物のところが、渡り鳥が渡ってくるっていうんで、そういうのも科学的物証もよく学校と揉めてたんですね、職員会議で。この学校は残してほしい、その話は聞いてない、それと同じような感じで、先生たちが、あの卒業式のあの習慣はやめようみたいな感じになって、いや、即刻やめなおうかな。でも結構、生徒総会みたいなのがあって、いや、卒業式は生徒のものだって言って、で、結局、生徒が勝って、しょうがない、じゃあ卒業生は責任を持って勝たすようにって言って、結局やったっていうことがありましたけど、今はすごい、自由って、そう、自由な学校で、自由ってすごいです。さとみさんは何か思い出ありますか？うーん、すだちの歌、色っていうやっぱね、そういうことで伴奏して、戻ってきたらみんな泣いてて、前と全然空気が変わったなっていうのが印象的でした。ついていけないですよ。みんなが泣いてる。そう遅れた。Oh.
それでは皆さん、お元気でお過ごしください。じゃあね。